にあんちゃんは、1958年に初版が出版された安本松子の著書。在日コリアンである安本が10歳の頃に書いた日記である。昭和28年、佐賀県の炭鉱地帯。3歳の時に母を亡くし9歳で父をも失った。抜子は、炭鉱の臨時雇いの長兄のわずかな稼ぎで、兄弟姉妹4人。 毎日の糧にも事欠く極貧の生活を送っていた。しかしその長兄も、会社の首切りに愛失業。4人は単純を追い出され、一家離散。罰子と時計はつてを頼ってたけに、居候同然に転がり込むが、貧乏はどこも同じであちこちを転々。そんな究極の困難にもめげず、素直な心と温かい思いやりを忘れずに熱心に、勉強に励む罰子の日記に、 1957年仕事の過労から病床に伏せった長兄が読んで感動。抜心の強い反対を押し切って日記帳全17冊を公文社に送り、歓喜出版局長がカッパブックスの一冊として書籍化した。出版に再し付けられた題名のニアンちゃんとは4人兄弟の時計である光一を指す。本校では同章原作とするラジオドラマとテレビドラマ、 並びに映画及び記念碑、銅像に関しても記述する。1958年11月ににアンちゃん10歳の少女の日記として出版され、1959年の出版ニュース社調べによる年間ベストセラーランキングで第1位を記録した。朝日ジャーナル1966年10月2日後の杉浦民平の解説によると、 解説執筆時点での総発行部数は63万部。抜子が高校生だった当時に来た手紙が6000通だった。そうである。その後も1975年に公文社から改訂版が出版され、1977年に筑く書房から筑く少年文庫の一冊として、1978年に公団社から公団社文庫の一冊として、2003年に 西日本新聞社から2010年に角川書店から角川文庫の一冊として発行されている。佐賀県東松浦郡入りの村を舞台に第1部は昭和28年1月22日から12月2日までを第2部は昭和29年2月25日から9月3日までを綴っている。第三者に日記を見せる意図は全くなかったため、 タイトルはすべて編集者が付けたものである。版により、筆者が中学1年生の時に、目の怪我のために入院した時に書いた、入院日記を付け加えたものがある。最新の角川書店版では、前景の杉浦民兵が書いた解説と、絶対的に甘くうまい全財の存在と題する、西洋一の一文が付してある。同書は韓国でも、数種類が翻訳出版されていて、 過去に10万部を売り、近年も、サナ社から、差し絵大賞約40枚を散りばめた新刊が、刊行された。過去の韓国語の訳本のタイトルは、クルムン、フルごである。1959年1月15日から2月27日まで、いち早く NHK で、筒井圭介客脚色による、連続ラジオドラマとして、夕方6時台の子供の時間に放送され、 本書が爆発的に売れるきっかけとなった。にあんちゃん10歳の少女の日記というタイトルで、1959年2月27日22時22時45分に、KR テレビ制作、山陽電気提供の山陽テレビ劇場で放送。スタッフ出演者1960年11月27日から同年12月11日まで、富士テレビ制作。 富士電気提供の富士ホーム劇場で放送。全3回。放送時間は毎週日曜19時30分20時。スタッフ出演者1959年10月28日公開の日本映画。日活が制作、配給した今村昌平監督。今村と池田一郎が脚色し、今村が映画化した。映画制作時には作品の舞台となる。 佐賀県の大鶴炭鉱が閉山されていたので、実際の撮影は海を挟んだ対岸の長崎県、福島にある福島工業所大の美炭鉱でロケが行われた。映画では、タイの花ではなく鶴の美炭鉱になっている。昭和28年頃の小さな炭鉱町を舞台に、両親を亡くした4人の兄弟が貧しくても、懸命に生きる姿を重厚なリアリズムで描いている。 この作品で今村は文部大臣賞を受賞しているが今村はこの映画はやりたい企画ではなく文部大臣賞の受賞については健全な映画を撮ったことに反省したという第33回キヌマ巡邦ベスト10第3位1959年の韓国映画同国の田舎を舞台に映画化された日本映画以上に原作からアレンジされている スタッフ出演者2001年11月、かつて著者が学んだ入りの小学校をる文庫の後地に同級生有志の手により、にあんちゃんの里の記念碑、および著者とにあんちゃんの銅像が建てられた。ありがとうございます。